はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの浩平です。本日はスペシャルゲストお越しいただきました。伊藤香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。伊藤がこうですね。結構ですね。はい、なるほど、なるほど。こっから持ってくると、はい、足がこう入っちゃうんで、はい、その分加速できないんですよ、やっぱり。ああ、そういうことなんだ。お会いできて光栄でございます。あの以前あの俺のこだわりスパイクで、はい、あの時はズームでちょっとインタビューさせていただきましたけど、今回ちょっと対面でやらせていただくので、はい、ぜひ本日よろしくお願いします。お願いします。で本日はですね、あの激坂でこう俺の極意っていう企画がありまして、うん、はい、プロのサッカー選手とかにこうプレーの極意といいますか、まあ、そのプレーの思考とかをちょっとこう根掘り葉掘り聞いていくっていう企画がありまして、はい、そしてなんですけども、今回やっぱりそこのいろんなゴールたくさん決められてますけども、はいはい、まあ、その中でもやっぱりあのすごいセンセーショナルだったのが、あのワールドカップ予選のオーストラリア戦の、はい、まあ、特に2ゴール目 の、まあ反発ステップからサイド切り裂いて中にカットインしてから強烈なシュートを決めるっていうシーン、はい、あのシーンが非常にもう印象的というか、もうすっげえなみたいな感じで、もう一位サッカーファンからしたらもうあのゴールにかなり痺れまして、はい、あのシーンの時のこの三笘選手の思考とかプレーのこの何ですかね、極意みたいなのをちょっとこう聞かせていただければと思いまして、じゃあちょっとあちらに移動する形で大丈夫ですか。はい、はい、そんな考えてることないですけどね、本当に。あ、本当ですか。一応これがまあタッチライン際と仮定した時にって感じですね。わかります。で多分ボランチあたりからなんか出て横パス来たようなイメージだと思うんですけど、まずボール受ける前に考えてることとかってあったりするの、サイドにいるときに。あの時間帯的にはもうキープしようかなと思ってたんで、はい、まあ、相手が結構遠かったんで、はい、どんくらい寄せてくるかなと思って、はい、ここを見て、であんまり来なかったらもうボールを持ってキープして、はい、まあ、近くの味方選手がもうちょいいれば、はい、あのパスをつなごうかなと思ったんですけど、中山選手が前に走ったんですね。で、はい、スペースが空いたんで、左にあのボールを稼いでもいいなと思って、はい、まあ、最悪抜ききれなくてもあのコーナー取るぐらいのところまで行こうかなと思って。なるほど。でもあの結構食い気味にディフェンダーも来てたんで、はい、あの入れ替われるなと思って、あの体力もありましたし、あの途中交代だったんで、はい、その時にあの近づいてくる時に仕掛けようというふうに判断しました。あの時確かちょっと映像で確認したんですけど、横パスが出てトラップされた時に、はい、あえてちょっとボールを前に置かずに、まあ、右足のちょっと、まあ、この辺を置いてなんかちょっと静止したような、はい、ちょっとあえて時間ため作るみたいな感じの時間が 、はい、出たようなイメージだったんですけど、はい、そこはあえてもうその時間稼ぎの意味を込めて。そうですね、もうあのもう前行かないよみたいな仕草を見せるためにも、あ、はい、まあ、そこからパスをつないでもいいので、はい、あの仕掛けるよって雰囲気を見せると、まああの相手も構えると思うんで、警戒すると言いますか、まあ、その前にも行ける準備を自分は持ちつつ、相手はあの予測できないようにっていう風な思いで多分したと思いますね。なるほど、はい、でそこからまあため作ったことによるのか、まあ、ちょっとディフェンダーがぐっとこう寄せてきたタイミングがあって、はい、そうですね、あのタイミングでもう反発ステップで行こうっていうのがひらめいた感じですか。その時にもう結構勢いついてたん で、はい、でこっちのスペースがあったんで、はい、そうですね、はい、もうとりあえず足に引っかかんなければ僕の方が早いかなと思って、この前に来てる状態で僕はもう矢印向いてるんで、はい、まあ、すごい速くても、はい、あの横に並ぶぐらいだと思ってたんで、はい、とりあえず前に行こうかなと思います。なるほど。でそのシーンちょっと軽く再現させていただいてもいいですか。はい、横パスじゃあ出て、あ、はい、できたのがこうですね、ってことですね。はい、なるほど、なるほど。で、あのシーンちょっとスローの映像とかもなんかいろいろ上がってるんですけど、はい、反発ステップで多分普通なら置いてインフロントとかインサイドでこう持っていくパターンも多分あると思うんですけど、はい、あの時三笘選手はこう結構あの普段の使ってるアウトフロントとかアウトサイド気味でタッチされたような気がしたんですけど、はい、こっから持ってくると足がこう入っちゃうんで、はい、その分加速できないんですよね、やっぱり。ああ、そういうことなんですね。1個こう入ると加速しやすいんですけど、はい、より
プリントに近い状態をうまく作るためにこう入ってますね。アウトフロント気味でやることでこういけるってことですね。そうです。なるほど、ここからこういくのと、はい、ここからこういくのだと運びやすさも違いますし、スピードも乗りやすいかなと思います。なるほど。じゃあそこもそういうこだわりというか、まあ、そこもあって、はい、タッチで一発で抜き切ったってことなんですね。そうですね。なるほど、すげえ。けどいろいろサイドの攻防の時に、はい、ディフェンダーがぐっと強く寄せてきたり、逆にちょっと距離取って対応してくるディフェンダーとかもいろいろいるじゃないですか、はい、そういう時に相手のディフェンダーのどの辺見られてるとかありますか。この自分の間合いのどこまで来てるかっていうのをここら辺で間接視野で見て、はい、もう勢いよくここまで来てたら、まあ、横に外して取れないところに行けば剥がせるので、はい、その勢いよく来てる時にここに持ってっちゃうとやっぱ足で触られちゃうんで、はい、勢いよく来てる時はなるべく横に外に出してから縦に入るようにして、まあ、そんなにステイしてたりあんまり来なかったら、はい、自分から、まあ、自分からボディフェイントかけて少し直線的に行ってもいいかなっていう違いですね。なるほど、はい、じゃあまあ相手のその寄せというかここの間合いを結構大事にされてるってところですかね、はい、そうですね。あと相手から来てるか自分から行くかによっても変わってくると思います。あ、相手がステイ気味の時にはやっぱ自分から自分からスピードに乗れれば乗りますし、はい、乗れなくてもなるべく近づいてどっちも行けるような状態を作ってっていうのはあるんで。うわ、なるほど。でも近づいてくる相手はもう自分から行く必要ないんで、どっちかに行っちゃえば自分的にはもう剥がせるっていうのが剥がせる時が多いかなって感じですね。あ、まあ、絶対剥がせるとは言い切れないですけど、はい、でそこでまあ内にカットインしていく時と、まあ、縦に行くっていう選択肢か、はい、まあ、後ろにサイドバック戻すかみたいな選択肢もあると思うんですけど、はい、その内に行くか縦に行くかっていうのはなんか、はい、どう決めてるかっていうのは、はい、まあ、スペースがどっちにあるのかっていうのも大事ですし、はい、後ろの相手がどこにいるのかっても大事なんで、まあ、それフォーメーション上も変わってきますし、ほうほうほう、前のエリアと後ろのエリアでも変わってくるんで、はい、そこはサッカーやってれば大体分かると思うんですけど、そうですね、結局なんですか、どっちから来てるかにもよりますね、相手が。あ、はい、ちょっと内から来る、来てる場合は、まあ、なるべく縦に行けるならスピードに乗って行きますし、はい、逆にこういうふうにかけてくる場合もあるので、そう、前に行くふりして逆にこっちに行く可能性も残しておきます。後ろの相手の距離感が対峙してるディフェンダーの近ければ近いほど縦に行ったらもうすぐ来られてしまうのでリスクが高いんで、はい、その時はなるべくカットインだったりして、まあ、ここに近くにいるってことは横にパスすればスペースが空いてるってことなので、それは状況判断してパスに変えたり、まあ、後ろに結構距離があればなるべく相手を引きつけた状態で裏を剥がせばスピードに乗った状態でまた次の選手に仕掛けられるので、まあ、そんなに考えてる余裕はないんですけど、その距離感によって変えるって感じですか、ね、なるほど、はい、そこじゃあ両方しっかり対応できるのを常に考えておくってことですかね、はい、なるほど。試合前とかに、まあ、例えばリーグ戦とかだと相手チームの右サイドバックの映像とか、はいはい、見たり研究見ます。あ、個人の分析をして、はい、まあ、どういう守備対応をしているのかっていうのと攻撃の時にどういうプレーをするのかっていうのは見て、はい、望むようにしてます。まあ、メンタル的に余裕を持った状態で入った方が少し変わってくるかなと思います。高校とか中学の時に、はい、この練習やっておいてよかったなみたいな、今プロになって思う練習メニューとかあったりします？長い距離の1対1のドリブルは結構やっておいてよかったなっていうのは思いますし、はい、まあ、ゴール前での1対1も状況が変わってくるんで、そのシチュエーションでやるのも大事かなと思います。具体的に長い距離というのは大体ゴールから長い距離というのは後ろにスペースがある状態で、はい、スピードに乗ったドリブルをするときと、抜いた後の加速までつけるとやっぱり試合に状況に、はい、近づくので、はい、抜いた後抜いたって満足して次の相手に触られても意味ないんで、その後までしっかりスプリントできるようなトレーニングをやってました。でゴール前はもう完全にディフェンダーと1対1みたいな、はい、ゴール前はシュートがついてくるんで、はい、キックフェイントだったりちょっと違う状況になりますし、相手も
迂闊に飛び込めなくなるんで、その状況で判断する状況もやっといた方がいいかなと思います。なるほど。実際の僕筑波時代にも取材行かせていただきまして、はい、練習終わりとかに、はい、今神戸でプレーされてるディフェンダーの方とめちゃくちゃ1対1やれてるのを見て、はい、すっげえなと思って、はい、であとですね、やっぱりこう僕ちょっとスパイクマイスターとして活動してまして、はいはい、ちょっとスパイクについてのお話でちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、今回履かれているこのウルトラ、はい、まあ、ニューモデルになりまして、はい、なんか履いてみた第一印象とかどうですか？まあ、ウルトラの軽さを維持しつつ、はい、結構サイドのグリップが前回よりも効くようなイメージがあるんで、あ、こう踏ん張った時にもしっかりグリップが、はい、なんか逆に自分の初速だったりっていうのを生かしやすいかなと思いますし、ステップアップは効きやすそうなイメージはありますね。じゃあちょっと試合でがっつり使っていくのが楽しみというところですかね。はい、そうですね。ちなみに足スパイクのサイズって何センチのやつ？僕は 27.5 か27ですね、どっちかです。あ、それでちょっとこう、はい、モデルによって対応していくみたいな。モデルによって変わったりします。あとなんかスパイクで好きな色とかってあったりします？好きな色は今使ってるオレンジの銀とかも結構好きで、でもこういう蛍光な黄色とかも結構足が速く見えるような、うん、感じなんで、はい、意外と好きです。あ、なるほど、はい、ちなみにこの色とかだと昔履かれたのエボスピードの、はいはい、こういうのに色あ、そうですね、ありましたよね。あの色ばっか履いてたんで、あ、なんかエボスピードを彷彿とさせるような、はいはいはい、まあ、そこからウルトラにつながってると思うんですけど、はい、僕はエボスピード好きだったんで、はい、なんかいい色かなと思ってます。いいですよね、はい、いや僕もこの色結構好きで、これファッと見た時、あ、エボスピードのあれだと思って。そうですね、これ三笘選手テンション上がるんじゃないかなとか思ったし、ね、はい、ありがとうございます。ウルトラのちょっと繊維質な、このアッパーが繊維質な時はちょっと特注で、はい、人工のバージョンのやつちょっと特別に測れたと思うんですけど、はいはい、オーストラリア戦とかで入ったウルトラの今のタイプのやつは、はい、そういった特徴とかせずにも普通のタイプのやつ、ね、普通に戻して、はい、キックの質も変わりやすいんですけど、はい、それよりも少しもう一個軽い方がいいかなっていうのは自分の中であって、履いた時に、はい、すごくフィーリングが良かったんで、はい、変えて、まあ、そのままっていう形ですね。あ、でも、はい、一般のやつ、一般のやつと一緒です。同じってことですね。はい、一緒です。いや、よかった。それ僕も写真でずっとチェックしたんですけど見えたんですかね。見えたんですか。ギリギリ、あ、これ多分市販品だろうなと思ったんですけどこう三笘選手のこう直接口でこう確認したかったところなんで、はいはい、すいません。市販のものと一緒です。あ、はい、ありがとうございます。そこ確認できて、はい、僕的にはもう今日大満足でございますありがとうございます。海外ベルギーリーグだと、はい、ピッチとかどういう感じですか？冬とかは、はい、緩くて滑りやすいんで、はい、まあ、今の時期は乾いてきてまだ僕も固定を履いてるんですけど、はい、冬とかはミックスを履いたりして、はい、そういうところは変えたりしてました。あ、なるほど、はい、結構やっぱ J でプレーしてる時はもう固定でずっと固定でしたけど、ってましたよね、確か最初の時はやっぱ芝も長くて、はい、ウィングバックのプレイヤーだったので、はい、滑って失点につながるのも良くないので、はい、まずはしっかり止まるところを意識してミックスにしてました。確かノエスターだけ、ノエスターです、ミックスで必ず行くみたいな話でしたよ ね。ノエスターは結構滑ってたんでミックスで行こうとしたんですけど、はい、固定で行って失敗したんで。なるほど、その経験があるんですね、はい、その経験があって、はい、ミックスの方がいいなってなりましたね。良い時は必ずミックスでみたいな。そうですね、そんな感じです。はい、ありがとうございます。現在のなんか練習用スパイクと試合用スパイクとかって何足ぐらいこう用意してるとかあったりするんですか？基本はでも2足ぐらいしかなくて、はい、練習の時使ったやつを試合で使いますし、基本は変えないですね。結構いろいろローテーションで、そうですね、もうローテーションですね。2足を今日うまい、2足、なんならずっと1足を使い続けたいんで。あ、そうなんですね。で、少し壊れてきたら、はい、対応できるように少しは練習した状態で鳴らして2足ぐらいは持つようにしてます、はい、いいお話聞けました。大満足でございます。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。すごいプレーが飛び出した時にはまた極意やっていただきたいなと思います、ね、はい、またぜひ今後同じプレーしかできないですけど期待しております。ありがとうございます。というわけで本日は以上になります。
この動画が面白かったなと思いましたら、高評価とかチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。